まあ、このサル痘が市中感染したようだということです。まあ、この方の、まあ、さらにその性的な嗜好というのは、まあ、分かりませんけど、こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉貴と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしております。ですがサル痘と呼ばれる感染症が世界で報告続いておりまして、こちら継続的にお伝えしております。前回は世界での報告確定例数が7000件を超えたということで、ステラチャンネルで継続的にご紹介しています英国オックスフォード大学の研究者などが作りますグローバルヘルスの統計から、現在のサル痘の増加の状況についてご紹介しました。サル痘についてはその増加のペースが落ちるのかなと思いつつ見ていましたけれども、むしろ増加のペースが上がっているような雰囲気もあります。この1週間で5000件から7000件まで早いペースで増えていまして、各国もともとこの流行の中心になった欧州や北米などでの増加が目立つようです。引き続き注意が必要と思います。今回はアジアのシンガポールで市中感染があったようだということ、あともう一つは WHO 世界保健機関で2回目の緊急委員会が招集される方向になったということ、こちらを中心にお伝えしたいと思います。後半にはサル痘の最新の状況について情報更新ありましたのでお伝えいたします。最後まで動画をご覧いただければと思います。この7月6日にシンガポールの政府からシンガポールにおいてこのサル痘の市中感染があったということが報告されました。シンガポールにおいては以前海外からの渡航者でシンガポールの国内でサル痘が確認されたということがありました。こちらは前回は航空会社の方でしたけれども、今回はシンガポールに在住する45歳のマレーシア人の男性ということです。この方シンガポールには住んでいるんですけれども、海外渡航歴というのはありませんでして、これまでに報告されているシンガポールのサル痘の感染者の方との接点もありません。この方は7月の6日に検査でサル痘が確認されました。この方の状態について詳しく書かれていまして、6月30日の段階で下腹部の方に発疹ができたということで、その後倦怠感またリンパ節の腫れが7月2日に出まして、7月4日に発熱とあと喉の痛みが起きたということです。まあ、それで医療機関に受診しまして検査を受けたということでして、この時には各種の検査項目で陰性だったんですけれども、さらにこのシンガポール国内の感染症のセンターに行きまして、これが7月6日でして、結果として7月6日にサル痘が判明しまして、で同日同居の2人、また接点のある1人について21日間の隔離をするということで、症状が出るかどうか確認が進められているということです。このケースで注目されるのはこの方がサル痘の方との接点がないということでして、このサル痘が市中感染したようだということです。この方のさらにその性的な嗜好というのは分かりませんけれども、一般的に言いますとこのサル痘は男性同性愛の方で広がっているということが言われていまして、一方でシンガポールではこちらに示しますようにシンガポールの法律でですね、男性同士の性交というのが違法行為というふうになっています。こちら377A条という、こういう法律があるそうでして、こちらで男性同士の性交というのが違法になっていると、でそれでその活動家の方がその裁判に訴えるということがあったんですけれども、一方でこのシンガポールはこの法律を
ほぼ無効というか執行しないという方針を持っているようでして、裁判所の方でその行政の方で執行しないということであれば、まあ、こちらの法律について裁判で取り扱う必要がないということにして、この問題を国会で取り上げてほしいということ、まあ、そういう結論になったということです。まあ、とはいえシンガポールで違法というふうにされているわけなので、なかなかその、まあ、男性の同性愛というのが、まあ、表にはしづらいという面もあるのかなとは思います。これシンガポールでもし市中感染起こっているとしまして、まあ、それがもし男性同性愛と関係しているとしますと、まあ、なかなかこれ表に出ないということもあります。またこのサル痘についてはこの発疹が出たり発熱があったりということで、まあ、そのまま自然に治癒するということ、まあ、こちら以前の動画でもお示ししましたけれども、まあ、そういうことで、まあ、医療機関にかからずに、まあ、自分で治しているという人もいそうでして、この市中感染というのが、まあ、なかなか解決しづらいという面にもつながっていることもあるのかなと思います。このような感染の拡大を受けまして WHO 世界保健機関の方では2回目の緊急委員会を開く方針であるということが報じられています。以前6月23日に国際保健規則2005に基づく緊急委員会というものが WHO で開かれまして、こちらでサル痘が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態フェイクというものに該当するかどうかというのが検討されましたけれども、まあ、結果としてこれは該当しないということが判断されまして、6月25日に WHO の事務局長から該当しないということが報告されました。まあ、一方で、このサル痘の感染者の増加というのが、これまで動画でお伝えしております通り、続いておりまして、この増加のペースが落ちる兆しが見えないという中で、再びこの緊急委員会で議論されるということになりました。ステラチャンネルの動画においても、世界の研究者の方がこのフェイクに該当しないという判断が後手に回っているのではないかというそういう報告も出されておりまして、まあ、先手を打って対策をすることが重要ではないかということも指摘されていました。まあ、この緊急委員会2回目6月18日の週またはそれより早くに開かれる可能性があるということです。この18の週ですとあと2週間ぐらいあるということになります。現在のサル痘の増加のペースというのはこの1週間で2000ぐらい増えるようなペースになりますので、まあ、このままのペースですと1万件を超える可能性もあります。まあ、そういうことを考えますと、まあ、早期にですね、まあ、緊急事態宣言出すということもあるのかなと思います。まあ、動画でお示ししておりますけれどもこの緊急事態出されたからといって、まあ、すぐに有効であるかどうかというのはわからないところもあるんですけれども、まあ、ですが、まあ、世界的にこの問題が重要だということが認識されて、まあ、様々な対策が取りやすくなるということも言われております。まあ、そういうことを考えますと、まあ、この緊急事態宣言というのを出すということは、まあ、意義もあるのかなというふうには思われます。サル痘の最新状況ですけれども、まあ、前回は英国オックスフォード大学の研究者などが作りますグローバルヘルスのデータについてご紹介しましたが、米国疾病対策センター CDC の統計でもすでにこのサル痘の発生件数7000件超えたということをフォローしております。こちらの統計によりますと2022年7月6日米国東部夏時間午後5時の段階で確定例数7243となりまして、報告でされている国の数54となっています。新たにパナマであるとかバハマ、まあ、この辺りの国で報告されているようです。まあ、各国で増加結構続いています。米国について詳しくデータが出ています。米国報告される州の数増えております。以前は東海岸西海岸での報告が多かったと思うんですけれども、内陸の州でも報告されるようになっています。ニューヨーク州で122例、カリフォルニア州で117例、その他フロリダで64例、イリノイで62例、首都のワシントン DC で53例などですね、各州で報告続いているということで、まあ、米国国内での広がりというのが、そのペースが速いようにも見えまして、注意されるところと思います。で、今回の動画3点でまとめますと、シンガポールにおいて市中感染が疑われるサル痘の確定例が報告されたということです。また、
WHO 世界保健機関が2回目の緊急委員会の招集を決めたということが報じられています。世界での確定例7243例となっています。54カ国に広がっています。この画面しばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報は説明欄にお示しいたします。ご関心ございましたらご覧いただければと思います。というわけで今回はシンガポールにおいて市中感染が疑われるサル痘の確定例が報告されたこと、また WHO 世界保健機関の方で2回目の緊急委員会が招集されると報じられていること、こちらを中心に最新情報をお伝えいたしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけましたら幸いです。こんな動画をやってほしいといったコメントもお気軽に残していただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。